国際テニス連盟が昨日8日に、シャラポワ選手の資格停止を決めました。シャラポワ選手が疲労回復とか持久力の向上に効果があるとされるメルドニウムという薬物を摂取してたという、ことによるものです。この薬は、今年の1月からスポーツ選手は使ってはいけないという薬物のリストに入ったもので、シャラポワ選手がこれを使っていたということが明らかになりました。シャラポワ選手自身が3月の記者会見で明らかにしたところによると、2006年にモスクワの専門の医師の助言もあって、不整脈とかそれから、マグネシウム不足とか糖尿病の兆候もあるということで、その治療のために、このメルドニウムを飲み始めたというふうに説明しています。ただ、1月の全豪オープンの時にの、ドーピング検査で明らかになったんですが、この大会中も試合のたびに薬を使っていたそうで、本当に必要なものだったのかということが疑われています。この薬物を故意に摂取していたというふうに認定されると最長で4年の資格停止になったんですが、シャラポワ選手は1月に禁止になったということを十分把握していなかったので、故意ではないというふうに言われて2年になりました。ただシャラポワ選手自身は故意ではないんだからこの2年は長いというふうに反論しています。とはいえ自分の口に入れたものは、自分で責任を持つというのがスポーツ界の今常識ですので、簡単に処分がなくなるということはないと思います。2年のブランクが長いので復活できるのかというファンの心配もありますし、ロシアが西側諸国に、攻撃されたというような見方もあります。シャラポワ選手は、スポーツ仲裁裁判所という組織に、異議申し立てのようなことができますので、そこで改めて処分については検討されることになると思います。